化石燃料、化石燃料、化石燃料は、地質時代にかけて堆積した動植物などの死骸が、地中に堆積し、長い年月をかけて、地圧、地熱などにより編成されてできた、いわば化石となった有機物のうち、人間の経済活動で燃料として用いられる、または今後用いられることが検討されているものの、総称である。現在使われている主なものに、 石炭、石油、天然ガスなどがある。また近年はメタンハイドレートやシェールガスなどの利用も検討され始めている。蒸気はいずれもかつて生物が自らの体内に蓄えた昔の炭素化合物、窒素酸化物、硫黄酸化物、太陽エネルギーなどを現代人が取り出して使っていると考えることができる。これらの燃料は燃やすと二酸化炭素、CO、 窒素酸化物、脳、脳、脳、硫黄酸化物、SO などを発生するが、これらが大気中に排出されることにより、地球温暖化や大気汚染による酸性雨や呼吸器疾患などの公害を引き起こすため、深刻な環境問題を引き起こす要因になっている。また、資源埋蔵量にも限りがあるため持続性からも問題視されている。 これらの環境問題が発生しにくい。バイオ燃料、バイオマス、太陽光発電、風力発電、地熱発電などの新エネルギーや再生可能エネルギーの研究が進められて、一部は主に西欧諸国やブラジルなどで実際に使われ始めている。遡ることおよそ40億年強、地球が誕生した頃の大気は主に窒素、水蒸気、二酸化炭素、 硫黄酸化物、火山ガスなどで形成されていたと考えられている。その中でも二酸化炭素については、当時は今よりはるかに高濃度であったと推定されている。後に大気中のおおむね0.03%程度まで低下。現在はおおむね0.04%になっている。そのような環境下ではもちろん動物は生活できず、まずは光合成を行うことのできる。 植物プランクトン、または、硫黄酸化物を吸収する、嫌気性生物のような生物が海中で誕生したと考えられている。それらの生物が光合成によって、太陽エネルギーを利用して、大気中の二酸化炭素を吸収、分解、または、硫黄酸化物を吸収、そのうち炭素、硫黄成分を体内に吸収し、酸素を排出する。すると、今度は酸素を消費し、 植物プランクトンを捕食する動物プランクトンのような生物が誕生。この小さな原始生物たちによる生命活動の循環が積み重ねられることで、約8億年前には現代とほぼ同程度の酸素濃度、約23%になり、この高濃度の酸素が後にオゾン層を形成し、動植物が地上へ進出することが可能になったと考えられている。また、 太古の地球は、現在より、はるかに気温が高かったが、二酸化炭素などの減少により、気温がおおむね摂氏15度程度まで低下、大気の循環も、相まって冷やされ、現在の姿になっていった。それらの動植物性プランクトンは、一生を終えると海中深くへ沈み、それが堆積し、地層を形成し、加熱、加圧される等の変遷を経て、石油となった。また、 その後に陸上に進出した樹木などの生物の死骸が同様の理由で堆積、加圧等されて形成されたものが石炭である。言い換えれば、かつて大気中に存在していた炭酸ガスその他の人体にと有害な成分と太陽エネルギーが生物の働きによって長大な時間をかけて固定され、地中深くに封じ込められたものであると言える。なお、現在でも、 大気中の二酸化炭素を有機化合物へと固定する合理的な方法は開発されておらず人間を含めた全ての動物は植物による光合成なくしては生命をつなぐことができないがそれは食料ばかりでなくエネルギーでもまた地球上の様々な循環の仕組みを維持する上でも同様である活石燃料は世界各地で古くから知られており 一部では使用もされていたが一般的な燃料としては木やそれから作られる炭などが種であった。しかしイギリスにおいては16世紀後半頃から森林破壊によって燃料となる木材が不足しその代替として石炭が使用され始めた。当時は一般家庭の燃料のほかガラス製造などにも使用されたが製鉄への使用は1709年の コークス仕様による製鉄の成功を待たねばならなかった。18世紀後半にイギリスで発明された蒸気機関をきっかけに、後に先進国と呼ばれる諸国で次々と産業革命が起こることとなった。蒸気機関が小型化が可能で比較的過半数が高いこと、手間をかけずに従来の動力源よりも高い能力を引き出すことができることなどから、 それ以前の動力の基本であったキューバや人力、水車、風車車などを置き換えていくこととなる。蒸気機関が稼働するためには蒸気を絶えず供給する必要があり、そのため大量の燃料が使われるようになった。もちろん従来から使われてきた薪木や木炭なども利用でき、イギリスなどでは実際に使われていたが森林破壊が深刻になったことなどを受け、 後に石炭が使われるようになる。石炭は、比較的浅い場所に豊富に埋蔵されていたこと、特定の地層中に高濃度で存在していて、生成等の手間をかけずとも使えることなどから、木材から置き換えられていった。しかし、石炭は安かったものの燃焼効率に優れず、常温で固体であるため輸送機器用の燃料としては、使いにくく、 まために見えて黒い映えを吐くことも問題視され、先進国を中心に次第に需要が薄れてゆくこととなった。しかしながら、単価の安さや各地に埋蔵されていることなどもあり、今なおアメリカ合衆国、中国、日本や途上国を中心に発電所や航路などで使われている。19世紀後半以降、石炭に代わって石油が使われ始める。それまでも、東欧などで、 比較的浅く埋蔵されていた石油が地域住民により灯油として使われていたが後に機械掘りやボーリングの技術が開発されこれが普及すると各地で地中深くから石油を掘り出す油性が作られ大量生産されるようになると価格も下がりまた燃料として使われる成分は常温で液体のため気化しやすい成分については圧縮すると液化し LPG として使われる 使い勝手良いことなどもあって、特に輸送機器や発電、従来は焚き木や木炭などが主に使われていた暖房、給湯など様々な用途の燃料として大量消費されるようになった。石油は世界を動かすまさしく根幹となり、石油を産出する産油国は経済的に大きな力を持つようになった。1973年には、 第四次中東戦争が勃発するが、この時、アラブ石油輸出国機構が、石油戦略を、油原油価格を大きく引き上げたことで、世界経済が大混乱に陥った、いわゆるオイルショックは、このことを端的に示している。しかし、石炭にしろ石油にしろ、埋蔵量に限りがあることから、後に、天然ガス、常温液体も使われるようになり、 またメタンハイドレートなどの研究もされている。現在、世界のエネルギー需要の約85%が化石燃料で賄われている。化石燃料を使用する際、エネルギーを取り出した後に残る二酸化炭素や不純物として含まれる窒素酸化物 NOX、硫 NO 黄酸化物 SOX などが、いずれも気体や粒子状物質として排出されるが、 それらが大気中に放出されることにより、次のような様々な環境問題を引き起こす要因となっている。1940年代の北欧では、窒素肥料を施さずとも、作物の育ちが良くなる現象が見られるようになった。当初は農家も天の恵みだと喜んでいたようだが、時期に湖や川から魚が姿を消し、千年雨に打たれても平気であった遺跡の石兵や、 境界のブロンズ像などがボロボロになっていったという。これらの現象が調査されるうち、雨水の変質に原因を見ることとなった。当地域では通常よりもはるかに酸性度の高い pH4 から5モノ酸性雨が降っていたことが明らかになったのである。スウェーデンの土壌科学者 S オーデン、スボンテオデン博士がその影響を広範囲に調べたところ、 大気中のアリュー酸ガスや窒素酸化物が硫酸や硝酸に変化し、それが溶け込んで、共産性の雨や雪が降ったことを突き止め、1967年に発表した。その変化の過程は極めて複雑かつ多岐にわたるものと想定されており、その詳細な過程は今なお明らかになっていない。現在では、一般に pH5.6 以下で、 酸性雨と定義されているが、例えば日本では東京など南関東の自動車交通過密地帯で排出される自動車排気ガスからの窒素酸化物、硫黄酸化物が丹沢山地や奥沢に酸性雨を降らせて樹木の立ち枯れを進めていると考えられており、森林破壊や土壌汚染の一因になっている。化石燃料に含まれる。 硫黄酸化物及び窒素酸化物の残差である粒子状物質は気管支喘息の最たる原因物質と考えられており工業地帯からの肺炎が四日市全息をはじめ各地で深刻な公害を起き起こすこととなった。これは水俣病など他の公害と同様排出者が因果関係を認めなかったことや経済発展を優先する政策の煽りを受けて 公害認定まで数年間を要することとなり、四日市市では被害者に対し独自に医療費補填を実施するなどの対策を行うこととなったが、ようやく国が動き出した頃には自治体が対応しきれないほどの被害者数になっていた。その反省を受けて待機汚染防止法が施行され、工場肺炎については脱流装置の設置が義務付けられるなどの対策が進んだことにより、 日本国内の工場肺炎に限っては新たな被害が発生しなくないるが発展途上国などではそのような規制が整備されていない地域も多くあり同じ問題が各地で繰り返されている一方自動車燃料として大量に使われ続けているガソリンや軽油などについては費用がかかるという理由で脱流が完全に行われない状況が今なお続いている かつて、京浜工業地帯からの肺炎により深刻な、全息公害に見舞われた川崎市では、以前は臨海部、公害病、第一種指定地域、昭和63年度に解除で、全息被害者が多かったものの、近頃では、北部地域で、小児全息医療費支給制度適用者が、急増するという現象が見られるようになった。 また、その分布が主要幹線道路周辺に多いことも判明する。これは、かつては工場からの排気が主因であった、全速妨害の原因が、現在は自動車からの排気ガスに変わっていることを示している。かつての四日市全速の時などと同様、証明されていないという理由で、国や産業界では具体的な対策が取られない状況が続いているが、事態の ますますの悪化を受けて、市では、全速医療費の助成度の対象地域をしない全域に、拡大し、小児ばかりでなく、成人も対象にするなどの対策に追われることとなった。川崎市では、地政的に通過交通が多いなどの要因はあるものの、もちろん大気汚染の問題は投資に限って起きている、問題ではなく、全国の都市部で深刻な問題になっており、 日本だけでも気管自然息による死亡者が年間3000人を超え200万人以上が苦しめられている。自動車などにより引き起こされた新たな外部不経済が一般住民の健康や税金を蝕んでいる。問題には解決の兆しすら見えない状況が今も続いている。化石燃料を使う工場や火力発電所などからの廃炎や自動車、 航空機など輸送用機器の廃棄中には必ずに酸化炭素が含まれるが、硫黄酸化物などより取り除くことが難しく、また要は抽出すれば売却できるが二酸化炭素は売れないという事情もあって、工場などにも除去義務は課されておらず、ほとんどが除去されずに大気中に放出されている。二酸化炭素は、 現在の濃度であれば人体に直接害をなすものではないが二酸化炭素毒性を参照大気中に止まると温室効果ガスとして働き太陽からもたらされるエネルギーを宇宙へ放出する関係路に支障をきたし20世紀中に気温を摂氏1.7度上昇させ地球温暖化問題の一因となっていることが指摘されている太古の昔に 原始生物が長時間かけて固定し地中深くへ閉じ込められた二酸化炭素を現代人が100年余りのうちに大気中に戻してしまったことになるため気温上昇幅も去ることながら急激すぎる変化の影響は想定することすらできていない二酸化炭素の回収固定は技術的に困難なため設備や運用方法の改善や効率化 エネルギー消費量の抑制などで対策が迫られている。化石燃料の消費によって起こる大気汚染には発生者、地域と被害者、地域が一致しないという問題もある。大気は地球全体でつながっているため汚染は広範に広がり、しかも地形や気流などにより特定の地域に被害が集中しやすい。例えば前日の北欧での酸性雨も、 工業地帯から遠く離れた農村部でまず被害が起こった。また、全速公外でも、例えば自動車を使わない選択をしたとしても、被害を免れることができない上、全速の苦しさは目に見えるものではないため、自動車に乗っている者には、被害者の痛みが伝わず、被害実態が理解されにくいという矛盾が、事態の悪化が放置される一因となっている。地球温暖化については、 二酸化炭素の排出量は北米などの中意度地域に変調しているが、右グラフを参照。真っ先に影響を受けるのは、北極、南極などの極地や太平洋諸島など、ほとんど二酸化炭素を排出していない。つまり、化石燃料の消費による利益を得ていない地域でまず、深刻な事態が起こると想定されている。また深刻な影響が出るのは、数十年後からと想定されているため、 現役世代の生活への支障は限られ、政治的にも危機意識が共有されにくいという問題もある。近年になるようやく問題を把握することのできた国際社会では、その影響の拡大を食い止め抑制するために、気候変動枠組み条約を締結、京都議定書により、化石燃料から出る廃棄物など温室効果ガスので量削減を約束することとなった。 西欧諸国ではその目標に向けて行動しているものの、自国の経済発展が最優先と考えるアメリカ、合衆国や中国などでは依然として対策が進まない実情がある。都議定書を参照。20世紀後半以降、日本国内においては大都市部への人口や企業活動の一極集中化が進み、都市部の暖房については、速攻性、安全性、使用しても、 黒煙や灰を出さない等の利点もあって、電気式ヒーターや灯油などの化石燃料式ヒーターが、このまで、著しく依存している現状、2013年となっている。しかしながら2000年代以降は原油をはじめとした、化石燃料の価格高騰に白車がかかってきており、貧困世帯の増加や給油所数の減少も、相まって、灯油式ストーブが身近で安価な生命維持装置では、 なくなりつつある。そのような事情から地方においては、再生可能燃料式、主として木質燃料式のストーブなどの熱を発生させる装置が見直されつつある。冬季に手段棒を灯油などの化石燃料に大きく依存することで生じるリスクについては、こと冷え込みが厳しい地域においては、燃料の残量など多角的な状況を把握した上で、 生命維持に直結する問題であるため重々警戒する必要がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。